い違う、いるどっかやばいんだけど、無理だよこの人。はい、どうもセリカです。7月19日今日からちょっといろいろ、あ、これもあるんだ、忙しくなりそう。来ました、通り部コラボ後半というか、後半かメダルガチャ後半、コラボの塔が第3弾ぐらいかな。佐野エマが入れ替わってメダルガチャの報酬になったっていうのと、これですよ、コラボの塔も7回ってことですよね。最上階が解放されて、今回は黒川イザナが青鬼として登場する。なんかチャレンジもいっぱい来そうですけど、ちょっとほぼ1回チャレンジ系メダル系リセットして1からっていう感じですかね。いやーやばい、逃走中も変わるし、新シーズンも来るはずなんですよ今日。めちゃくちゃめちゃくちゃ忙しい。なんだこれあ、確かなんかお知らせあったかも。通り部コラボイベント5、青鬼進撃モードにてコラボ百鬼夜行イベント開催。百鬼夜行やってますかやってますか、かっこいい。まあ、4日ごとにあの獲得できる鬼が変わるっていうことかな。すごいね、馬国天かっこいいっていうのが来てるらしい鬼をゲットするだけって言ったら失礼だけど、そういうやつかな。来ました、佐野エマが今回のメダルガチャ。かわいい、絶対かわいいこれってメダルの、あ、来ました、天竺ですね。今回青銭ガチャも変わりましたんで、これはね別動画で引きます。あのやばそうなんでがっつりガチャ動画一本になるから。うわ、かっこいいね、かっこいいんだよな新ガチャ沖縄開催ということは、新シーズンは沖縄ですね。ゴーヤーちゃん、ゴーヤーなんだ、ゴーヤーじゃなくて、あとシーサーとソーキそば食べ物かわいいね、マップ気になるね。今回が女の顔なのかもちょっと気になる。うん、真逆のクリスマスガチャ、ちょっと涼しげでいいかも。復刻ガチャ来てまして、で、ちょっとでも毎回走りきれない。はい、1015位でブルーオーラも届かず。だけどこの子がちょっとね気になってた、ベビーベビーカピバラ、カピバラね、かわいい、ピピププワードもかわいい。ちょっとこの子も気になる、かわいいのゲットできまして。おお、新シーズンが沖縄なのでランク報酬が首里の城、首里の城、首里城ってことですね。すごいスキンだねこれが動くと、なるほど、沖縄シーズン来まして、はい、東京リベンジャーズコラボ全モードで後半戦スタートっていう感じですかね。同じかな。あ、メダルがやっぱりリセットされて順位そのままなの、どういうことえ、これってワードもらえたのかな、何位だったんだろう。184かジェムとか青銭とかワード前回何だった覚えてないけど、もらったんかな。多すぎてわかんない。で、試練ですよ。今回が、新しい7階層追加になって、これだよね。あれあれ、三谷隆は違うのかな、お、なんかもらいたいのかな、青銭と青ジェムも増えてんのかもわかんないですけど、一応切り替わってるはず。今日から、新しいメダルランキングに向けて、っていうことだと思います。いや、わかんないな。どうだろう。あのポップアップは出なかったです。忙しすぎるんじゃないバグってんのかな。はい、で一応チャレンジですね、キサキテッタがゲットできるヨーヒーロー来ましたね。いや、同じ感じかな、キサキテッタ5体か、もうここでゲットしてスキンチェンジいけちゃう感じかな。いや、ボリュームがすごい。うわ、コラボの塔で後半戦が多分ですけどコラボの塔クリアで三谷隆がもらえると思うんで、で、逃走中でしょ。いや、多すぎる。さすがにさ、こっちも混乱するぐらい来てる。いや、そりゃバグるよね。一気にコラボ来てんだもん、後半戦が両方。あー、恐ろしい。はい、っていう感じっぽいです。あ、リセットされてんのか、こっちも。せっかく 1920% ぐらいでめちゃくちゃ美味しかったんですが、ガチャ引いたりチャレンジしたり、メダル、あれですね。あー、これもリセット。やっぱりゲームデータが更新できない不具合で、15時からの塔の階層データが反映できないので復旧次第っていうことですね。待ちですね。あー、びっくりした。じゃあもう百鬼夜行ちょっとチラ見しときますかちょっとやってみようかな。はい、初級で羽宮和虎鬼がゲットできる。うわ、
やばい、私のパーティー。あれでかい、でかすぎ。ドンで終わった。初級だからかな。はいや。なるほど、これでレインボーのゲットかな、中級が解放された。あ、これで1体目ですね。あー、なるほど、かわいい、パーティーがかわいい、変わるんだね毎回ね。で、どでか。中級はどうだ今んとこ。あ、おお。これさ、いや、いいんだけどさ、ゲットかな、これで2体目ゲットかな。はい、上級来ました。やっぱパーティーのちょっと見た目が変わる感じですかね。なんかこれ10回できるようになってて、動画視聴をいちいち、あ、ちょっと中級はあれか、あ、上級はあれか、3秒ぐらいかな。はい、これで3体目ゲットできてるはず。あ、出た出た出た。これさ、はい、あと超級ですね。はい、動画視聴して超級まで来ました。大きさ変わらず、酔っ払いが先頭に来た。あ、ちょっと強いか、超級。ちょっと強いが、あ、これ30秒でいけるかな。いけなかったらもう1回トライっていう2回バージョンですね。いや、もうさ、いいんだけどさ、進撃さ、まず鬼神ボーナスで動画視聴何回かするでしょ。で、1回は無料でできるけど、何もなしで。この10回を動画視聴してる間に、鬼神ボーナス切れちゃう的な、いけるか、いけた。ギリギリ。1秒残しでいけた。はぁ、あ、青ダイヤがね、もうそろそろいらなくなってきてる界隈ですが、これで多分カズトラ4体ぐらいかな、3体かな、ゲットですね。あ、やっちゃったわ。超級がね、30秒あってちょっとだるーってなったので、初級でなんとかごまかそうとしてやったら、カズトラじゃなくて、青ダイヤだったっていうね。はい、一応10回終わりました。しんどすぎる、これ。動画視聴がめんどくさいけど、進撃好きな方はね、進撃専門の方はいいと思いますが、カズトラが8体か、10回やってちょっとミスったんで、8体で 22%。なかなか渋いね、これ。8体で、レベル8。こっちがめっちゃ強いの。地味にやっててね、31レベルで 96% ぐらい。はい、そんな進撃の状況でございます。あと4日おきに3体ゲットできるっていうやつですね。はい、試しにやってみました。あ、来てるじゃん、治ったのかな。イザナが7階にいます。で、ここで三谷隆がゲットできるっていうことで、ちょっと7階は別の動画でやろうかなと思います。どんなかな、激ムズかな、やばそうなんですけども。出た、イザナが登場。落雷や拡散弾に注意しながら脱出しよう。鍵10個。10個、待ってね。わあ、なんかすごいぞ、色が、視野が狭い。400秒。ええ、石像がある。ああ、やばい、これ、樽、待って、これさ、ボム、ちょっと待って、ちょっと待って、おいおいおい、いや、来た来た来た、ちょっと待って、タルってさ、ボムで消せるの？氷じゃなくて？それ初めてなんですけど、ちょっと、わかんない。いけんのかな？でもこれしかないね。石像もあるんだよね。石像、どこ？早いの来た。早いの来たって。え、どうすんのこれ。怖すぎる。え、これボムでいけるの？さっき、爆発あるんだ、ここ。タルやるまでちょっと見届けられなかった。これでバカ、え、なにここ、え、なにこれ、わかんない。石像乗せる場所がね、見つからないんです。はぁ、もうこんな。やめて。え、こっち行ってみようかな。あ、ここはないね。足かせの罠のやつすっごいやだ。え、合ってる、こういうことか。あ、来た来た来た、うぅぅ。やっぱ樽だよね、しかないよね。え、これどっちだ、これどっち？どっち？あっちにボムがあったから、これ左かな？いや、ちょ、近ない。やばい、やばい。合ってるよね。やっぱそういうことだよね。10個もあんだ、これのが。まだね、右と左しか見れてなくて、上にもなんか、ありそう。4コーナーぐらい。うわ！え？まだ2個か。このさ、通路なんだろうな。無理なんだけど、これちょっと上見てみるわ。あー、白いとこあるんだね。あ、もう出口なの。ある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 。あ、でも10個もある、この角か。で、なんか青鬼がさ、いやいやいや、歩いてきたのはさ、バグなのかな。合ってる、
落雷がないのよ今んとこ。あるか普通にあるわ、見えてないだけ。こう石像もわかんない、スイッチがさ右側に来てる来てる来てる。えこれバグなの誰。あのね、本当は初見で自力で やろうと決めてたんですけど、あのおじさんが来ることでバグだと思って、何これってツイッターで言ったらですね、皆さん登場してて、やっぱり石像でね、なんか出口、この鬼を塞ぐらしいんです。ただどこから出現してるかはわかんないので、この辺でしょきっと。石像2個だから、ここでやればいいのかな。ここで2個どうやって出る。ここを2個塞げば、ねえやだこれ。あ違う、いる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 、待って待って、どっから。やばいんだけど、無理だよこの人。いやもうあの青にいたら無理なんだけど。ってことで、始まってすぐにやっぱり止めといた方がいいということで、どうやらこの通路から出てきてんのかなっていうので、通路を塞いでみます。これいいです。危ない危ない。ここでもこの道なんか門があったの。何なんだろうね、これでいいのか。ねえやだ本当に。足かせのこの罠はね一切覚えられない。あー合ってるねえ。一個もゲットできてないわ。このさ、罠も一回踏んだらさ、終わりじゃなくてさ、何回踏んでも引っかかるからね。え、ここでちょっと出現を見守りたいな。どっから出てんだ、これ。え、待って、3体いる。ちょっと待って、どういうこと？どういうこと？イザナは一体に入ってる？え？誰か？わかんないわ。でもこれあと、不在だと思って、やってく、いるんじゃんねはぁ。あー、なるほどね。なるほどね。コラボの7階層ですが、現在ボムの数が足りない具合が発生しておりますので、修正対応中です。あの青にはバグではなく、ボムが足りないという私には全然届いてないところの不具合が発生してるらしい。ボムが足りない。なるほど。ということなんで、まあ、修正待ってまた挑戦をしたいと思います。え ?4 個こっちが修正になってる？え、やばいんだけど、あの鬼、青鬼は、いるんじゃんだったら、いやはい、ということで、通り部コラボ後半と、逃走中コラボ後半が、同時に、さらに新シーズンも来てるっぽいので、あ、ちなみに、オフシーズンでしたね。なので、沖縄模様になってるわけではない感じ。青にも沖縄にはなってない感じですね。はい、ということで、通り部コラボ、それはバグるよっていうぐらい盛りだくさん来てまして、ガチャはね、この後引いて別動画にしたいと思いますのと、コラボの塔7回もちょっと張り切って挑もうかとも思ったんですが、まあ、4個に減ったんでできるのかな？わかんないけど、ちょっと、また別で頑張ろうと思います。ということで今日はなぜか百鬼夜行を挑戦して、7回もちょっと挑戦したのが挟まってるかなという感じになります。はい、ということでまたちょこちょこいろんな動画出していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録やベル登録していただいてお待ちいただけたら嬉しいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた見に来てください。それではまた。